ホーカーシドレーハリアー。ホーカーシドレーハリアー。ホーカーシドレーハリアーは、イギリスのホーカーシドレー社が開発した、世界初の実用垂直離着陸機、V トール機である。原型機の初飛行は1960年。本機をベースに、海軍型の C ハリアーが開発されたほか、アメリカのマクドネル・ダグラス社は、より洗練された、ハリアー E を開発した。ハリアの名は、 小型猛菌類である中飛のこと、全身である実験機、ケストリルの名前は同じく小型猛菌類である、超原棒のことである。これらの鳥は、向かい風の中で、ホバリング、空中停止をすることがあるため、V トール機の名称として採用されたと考えられる。第二次世界大戦後、各国は高性能のジェット機に加え、垂直離着陸機、以下、 V トール機の開発にも着手した。V トール機はエンジンに垂直離着陸のための機構が必要なため重量が増し、どうしても通常の戦闘機に比べ性能が劣ってしまう。しかし、垂直に離陸できるということは、仮に,敵に滑走路を破壊されても運用ができるため、前線での使用が可能であるなどの利点も多いと得られた。 1940年代から1950年代前半にかけては機体を真上に向かせて離着陸を行うテールシッター方式の V トール機開発が試みられたが、それらは実用化されなかった。そのため、1950年代後半から機体は水平のままで離着陸する方式の開発が活発となった。特にヨーロッパ各国は開発が盛んで、 西ドイツの EWRVJ101、VFW バック191バイトやフランスのミラージュ EV、イギリスの P1127、ソ連の約マイナス36などが開発されていたが、P1127 と約マイナス36だけが、通常の航空機と同様にエンジンを配置して、離着陸時のみ、排気噴出口を駆動させて、 水力を延長方向へ変更する方式を採用し、他の機体は離着陸時のみ下に向けて水力を出すリフトエンジンを別途搭載した。バランス制御の問題から約マイナス36が開発中止になった後、後継機約マイナス38以後ソ連もリフトエンジン方式に転換したため、水力方向変換エンジン単独による V トール機はハリアーシリーズのみとなっている。 リフトエンジンを使用する方式は、実質的にエンジンを2つ搭載して重量が増える、ことから、水平飛行中は無駄な重量物、デッドウェイトにしかならず実用性が低く、それらの機種は最終的に実用化されなかった。それに対し P1127 は、画期的な水力変更式のジェットエンジンである、ペガサスエンジンによってこうした問題を起こすことなく、 リフトエンジン式に比べて実用性が高いと評価されたのである。P1127 は1960年10月に初のホバリング飛行が行われ、1961年3月に水平飛行、同年9月に転換飛行に成功した。1962年4月に NATO は垂直離着陸戦闘攻撃機の選定を行った。これにフランスのミラージュ EV と共に、 P1127 の発展型、ホーカーシドレー P1154 も選定された。P1154 は P1127 のエンジンにアフターバーナー的なシステムを加えた超音速機となる予定であった。しかし、イギリス空軍と海軍の機体に対する要求の違いと労働党政権による大幅な軍事費削減により、 P1154 は1965年2月に開発中止となった。このような混乱の中でも少しずつ開発は進められており、1964年3月にフォーカーシドレー社が P1127 を改良して実験機ケストレルを初飛行させた。その後、1965年の P1154 開発中止に伴い、 イギリス空軍向けの機体として、ケストレルを実験機ではなく、実用機として開発することになった。1964年に、イギリス、西ドイツ、アメリカで構成された参加国、共同評価飛行隊による、具体的な運用までも含めた機体の試験が、行われていたことも、ケストレルの開発を助けていた。最終的に、イギリス空軍は、ケストレルの実用型で、 対地攻撃機を示す GR の片目をつけたハリアー GR-1 の発注を行い、GR-1 は1966年8月に初飛行を行った。この GR-1 は1968年7月から部隊配備が開始された。しかし、開発指示の遅れから福座型 T2 の初飛行は1969年4月であり、 部隊配備は1970年7月であった。そのため、ハリアーが配備された第一飛行隊はヘリコプターで訓練を行い、作戦能力を1970年1月までに獲得した。ケストレルの評価試験に参加していたアメリカ海兵隊は、前線の簡易飛行場だけでなく、教習揚陸艦からも運用できる近接航空支援機として、 ハリアーの有用性に注目し、1969年12月に AV-8A の名称で正式採用した。初号機は1970年11月に初飛行を行い、翌年4月に最初の飛行体ベマ -513 を編成した。なお、この時、マクドネルダグラス社は、ハリアーのライセンス生産権を獲得し、国内製造を計画したが、 採用数が110機と少なかったため実現しなかった。しかし、この契約が後に、マクドネル・ダグラス主導による、ハリアー E 開発へつながることになる。1973年に、スペイン海軍が AV-8S マタドールの名称で、ハリアーの採用を決定した。しかし、当時イギリスは、スペインのフランコ政権に対し武器金融政策を取っていたため、 輸出はアメリカを経由して行われた。機体は一旦アメリカへ引き渡されて、訓練に使用された後、スペイン海軍に移管されて、軽空母、デダロの艦載機として運用された。1977年に追加発注された機体は、民主政権の誕生により、禁輸が解除されていたため、イギリスから直接引き渡された。イギリス海軍は1969年頃から、 軽空母で使用を考慮して v エストール艦載機の研究を開始した。ジェット戦闘機が次第に大型化して重量が増大し、空母も適用する必要に迫られていたが、v エストール艦載機は通常の艦載機に比して設備が簡略化でき、空母を大型化しなくてもスペースを有効利用できるとの立場からである。こうして開発されたのが海軍型シーハリアーであった。 1970年代の時点で、ハリアーは、米ロードや航続距離の面で性能の限界に達していたため、1980年代後半から、後継機、実質的に近代化回収機ハリアー E への交代が始まり、現在では、イギリス、アメリカ、スペイン、そして、シーハリアーの訓練機として、複座型を採用していた、インドともに運用を終了している。 スペインの AV-8S は、太陽国海軍に売却されており、現在も、軽空母、着リナルエベトの艦載機として、実戦配備されているが、部品不足によりほとんど飛行可能状態にないと、されている。ハリアーは、胴体側面にエンジンノズルを4つ装備し、そのエンジンノズルの向きを0度、後方 -98.5 度、真下よりやや、前まで変えることによって、 V トールを可能とした。エンジンノズルはわずかに前方まで向くため低速ながらバックすることもできる。また、ホバリングや極低速時などでは、ラダー、エルロンなどの通常の姿勢制御機構の働きが弱くなるため、機種下部、左右主翼の端部、機体後部にバルブ付けの補助ノズルを取り付け、エンジンから抽出した圧縮空気をそれらに送り込み、機体のピッチングローリング用イング運動を行う。 RCS リアクヨンコントロールシステムにより、機体の姿勢制御ができるようになっている。搭載するエンジンは一気のターボファンエンジンであるが、通常のそれとは異なり、前方のファンと後方のジェ、エンジン本体は互いに逆回転している。これは、エンジン回転から生じるカウンタートルク、タービンの回転とは逆方向に機体が回ろうとする力を相殺減少し、 ウィトール時やホバリング時の姿勢安定を高めるためである。ファンから排出される空気が前方のズルへ、ジェットエンジン本体からの排気ガスが後方のズルへ噴出される。従って、その操縦方法は他の固定翼機とは全く異なり、操縦訓練において訓練生は回転翼機の操縦方法を並行して学習しなければならない。また、 手動で姿勢制御するため常にボタンを操作しなければならず、こうした操縦の複雑さのため、1971年から45人が操縦ミスで死亡している。これは戦闘での死亡者より多い。ハリアーはエンジン内部へ噴射する冷却水、脱溶水を搭載している。これは高出力時、具体的に垂直離着陸時に、 エンジンがオーバーヒートするのを防ぐ役割があるのだが、冷却水容器の容量は最大でも約90秒分の噴射量に相当する量をまかなう程度しかない。こうした制約のため、ホバリング継続は約60秒程度に制限されている。それ以上はオーバーヒートによる損の危険がある。もちろん、こうした冷却水の搭載も限られた。 搭載容量を咲かなければならず、実際の運用では90秒相当分が積まれることは、まずない。ただし、この時間制限は、非常にシビアな使用環境、極端な高温多湿などを想定したものであり、現実的な環境ではもう少し使用時間は伸び、実際、エアショーなどでは5分程度のホバリングが演されている。V トール機は、理論上は滑走路を必要としないが、ハリアーは、 実運用上、着陸のみ垂直で行い離陸は、通常の固定翼機と同じく滑走して行う。この離着陸方式を、ストブル、ショートテイクオフバーティコルランディング短距離離陸、垂直着陸という。ハリアーをストブル運用する主な理由は、離陸重量を、噴出ガスによる上昇水力のみならず、主に生じる揚力にも分担させ、 離陸重量増大を図ることにあるが、他にも垂直での離陸はエンジンの水力のみで上昇するため非常に燃料効率が悪い、徐々に水力を絞る着陸と異なり離陸時は地上化、出力を上げるために周囲へ危険を及ぼす、それによる機体の不安定化回避などの消極的理由がある。垂直に噴射した圧縮空気と排気ガスが 地面に反射してゆく仮面に当たるため、改良機であるハリアー E は、機体重量より水力が下回っても不要開始し、垂直離陸ができる。ふたある、通常離着陸は、膠着装置、特にアウトリガーや、車輪ブレーキが V トール用に設計された構造と強度なので適していない。V トール機としての特性上、垂直離着陸によって、しばしば最前線の不からでも、 運用可能であるかのように懸念されることがあるが、これはやや誤解を招くものと言わざるを得ない。蒸気のような問題点も去りながら、実際に不整地で高圧かつ高速のジェット排気を地面に吹き付ければ、土砂や粉塵を大量に巻き上げ、周囲に危害を及ぼすだけでなく、機体やゴミを吸い込む子によるエンジンの損傷などが生じてしまう。これらの問題を解決して、 実際に最前線での垂直離着陸による運用を図ろうとするのであれば相当の負担にならざるを得ない。そのような前線の簡易飛行場の整備に用いられる簡易パネル付設式の滑走路ではハリヤーのエンジンの排気熱に耐えきれずに損傷する場合があるだけでなくジェット排気の侵入風刺が十分に測れないため土砂や粉塵だけでなくパネル自体を吹き上げてしまうなどの問題が 確認されている。実際に、高度30フィート以下でのホバリング中、舗装をしていない部分から、舗装部分に水平移動した時に、重さ11トンの舗装マットを4フィート、約1.2メートル吹き上げたという警告が、AV-8B のフライトマニュアルに記載されている。ハリアーは、現用の垂直離着陸機としては、唯一、実戦に参加している。フォークランドオフンソーへは、 ハリアー GR-3 が C ハリアー FRS-1 と共に空母から参加した。ハリアー GR-3 は空母での運用を想定して作られていなかったため、投入の際は、塩害防止塗装など、洋上運用に備えた改造が施されたほか、空中戦闘に備えて、AIM-9、サイドワインダーソラ対空ミサイルの発射機能など、空戦用の装備も追加された。 パイロットも発艦や空戦の訓練を行わなければならなかった。前線への投入機数は6機、あとに2機補充のみで、シー・ハリアーも含めて少数での運用を余儀なくされたにもかかわらず、整備が容易かつ悪転候でも運用可能だったことから、稼働率は非常に高かった。シー・ハリアーによる上空援護のも上陸部隊への対地支援に使用されたハリアーは、 アルゼンチン軍との空対空戦闘を行うことはなかったが、対空砲火や事故、故障によって4機が失われた。戦争終盤は、レーザー誘導爆弾も投下しており、当初こそ、パイロットや前線航空管制官の不慣れから、命中精度が低かったものの、終戦時は終熟して、命中精度を上げていた。湾岸戦争においても多数が参戦し、 空戦にも投入された戦果を挙げた。しかし、その構造上から来る赤外線誘導方式のミサイルによって撃墜されやすいという性質から、損耗も激しかった。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。